ちは夢からステーション夢から TV の時間がやってまいりました。今日はねちょっと趣向を変えてお届けしようと思ってるんですけれども、音楽をね歌を、歌ってみたいと思います。先日ね、キッズダンスのインストラクターをしていらっしゃる方からこのありがとうカウンターの歌、何か子供たちと一緒に歌って踊れる、しかもその中でこうカチカチありがとうカウントできるような、なんかそんな歌ってあったらいいよねみたいなお話いただきまして、だったら作ってみようということでね、やってみました。その時ねちょうど僕自身なかなかスケジュールが立て込んでて、作詞作曲をするような時間余裕はなかったんですけれども、なんとかねすぐにこの何か歌をお届けしたいという気持ちから、たまたま流れてたカーステで流れてた曲に、無理くり歌をつけまして、そしてちょっと歌ってみた歌があるんですね。今日ちょっと皆さんにこの歌どうですかというような意味合いも込めて、お届けしてみたいと思うんですけれども、3つのありがとうをね子供たちに、マスターしていただこうというような思いで、作りました。それではねちょっと聞いてみてください。イントロからご機嫌な感じでやってまいりたいと思います。もしも誰かが助けてくれたら、もしも誰かが優しかったら、何かもらったら、何かしてもらったら、oh yeah、そう何かあったらありがとう。朝起きたら美味しい空気、冷たいお水、元気な心臓、別に特別なことは何もないけれど、そう何もなくてもありがとう。まあこんな感じでね、1番は何かあったらありがとう、そして2番は何もなくてもありがとう、そしてサビに行きます。サビでは当たり前のことなんだけど、カチカチしてれば次々と夢かな、辛い時にも苦しい時にも乗り越えた時は大きくなれる、全ては何かのきっと大切な、oh yeah、何があってもありがとう、なんて感じで何があってもありがとうというようなことまでねメッセージしちゃうんですけれども、いつも子供たちに伝えております。何かあったらありがとう、何もなくてもありがとう、そして何があってもありがとう、この3つをねこの歌に乗せて、全国の子供たちにお届けできたらいいななんてね本当に心から思っております。いかがでしたでしょうか。ちょっと今日はね夢からステーション歌をお届けしましたけれども、またご機嫌な感じでね、次回も